皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、日本人の淡井圭介です。本日、2023年9月11日、14時15分。我が天下の、週末の割休令のイベントなんですが、県に前用紙をして支援洗浄3に入った時の、その通るのパターンなんですが、こういうふうにね、ここに、ちょっとごめんなさい、倒れました。ちょっと白くなってる、箇所、四隅があって、その周りに透析器を置いといて、トールに向かって、まあ、透析器を、打ち込んでもらうと。そうしないと、そのトールのところには、伝説の武将の臥龍の孔明がいますんで、ちょっとね、普通に戦ったら手に負えないですね。突破がレベル5の臥龍孔明がいますので、あと水死の戦馬を持った、大将もいますね。で、まあそれからまあこういうふうにトールを消滅させてから、まあ、石像を、まあ、製造ですね、製造を、攻撃して、破壊すると、まあ、こういうふうな形ですね。まあ、剣2枚の方は、こういう形で進めてもらったら大丈夫だと思います。以上です。皆さん、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。